石井光子君、はい、日本維新の会教育無償化を実現する会の石井光子です、えー。閉会中の審査を設けていただきましたことは大変ありがたいと思うんですけれども、あのー、審議しなければならない事案が一辺にドサッと出てくる量の多さ、これはですね、えー、問題があると思います。よくあのー。 マスコミがスキャンダルをいっぺんにまとめて売らんかなとしているような、そんな方法をやったところでしょうがないと思いますので、今まで出てこなかった問題でございますけれども特、特定秘密漏洩事案、ここからお聞きしたいと思います。配りました資料を見ていただきたい1枚の紙でございますが、報告書の中の2ページです。えー、漏洩事案が起こってから、最終報告が上部層に上がるまでのプロセスに時間がかかりすぎる。 という問題だったり、北部方面、霊下の事案のようにです、ねえー、短期間、短時間のうちで口止め、公害禁止令を徹底したから問題はなかろうと判断したという、こういうあの認識の甘さっていうのは深刻だと思っておりますで。私はその赤線のところを見ていただきたいんですが、セキュリティークリアランスにも関係している問題だと思っております。 えー、特定秘密の部外への流出は確認されていないと書いてあります。決して部外への流出がなかったと確認されたとは書いてございません。つまり部外の流出とは外国も含まれるわけなんですが、で質問なんですが、流出は確認されていない、いかなる方法で流出が確認される ことができる調査をしたのかいかなる方法で流出がなかったことが確認できたのか確認方法を教えていただきたい政府参考人の方にお願いします防衛省山戸防衛政策局長お答え申し上げます今般の調査の対象となった全ての適正評価未実施の隊員に対しては 事案認知後、速やかに知り得た情報を第三者に口外しないよう保全教育を徹底しました、また、当該隊員のロッカーの点検や、業務用パソコン内のデータの送信記録の確認を実施したほか、さらに必要なものには、私有パソコンおよび携帯電話の調査、下宿先調査も実施しており、業務用データおよび行政文書等、印刷物の持ち出しがないことを確認しています。 こうした措置の結果、二次漏えはないものと判断しているところであります石井君、はいえー。パソコン、携帯、ロッカーの中、対面で、えー、調査をするということをやった、5か月かかっております、5か月ということは、人間のやることでございますから、流出されたかどうかは今のところ確認されていないと書き直した方がいい流出はなかっただろうぐらいの 調査でございます今のところ確認されていないということなんですが、具体的な事件が起こるまで流出があったかどうかというのは分かりません、人間の記憶は曖昧なところもあります、流出が判明したときの関係者の罰則、これが懲役10年以下と、かなり厳しいものになっているということは、重大な犯罪に流出がつながる可能性があるからであります。まあその 適正評価実施者と呼ぶそうですが、クリアランスを持っているものでありますけれど、この見聞きした情報が特定秘密とは知らず、無意識に流出しないために、ですね適正評価未実施者は、特定評価情報を扱う場所にいないようにすることで、彼らの身を守ると、発生を最小限に抑える。 そのの環境をどう整えるかが最大の課題だと思っておりますやたらにクリアランスを増やしたところで仕方がない、むしろクリアランスを持ってない人間を、その環境下に置かないということが大事だと思うんですが、2023年のこれは12月末の時点で、衛星写真、暗号、潜水艦の潜航可能震度など、防衛、外交、スパイ、テロ防止と、この 秘密はですね、秘密保持ですけど、特定秘密は多岐に分かっております。あま渡っております。七百五十一件が特定秘密。うち六割が防衛省と防衛装置省が指定したもので、取扱者およそ十三万五千人、うち十二万人が防衛関係の公務員です。適正評価は、犯罪歴、借金、精神性疾患の有無まで調べられることになっています。こうした中で、大臣にお伺いしますが。 特定秘密保護法、2014年、10年前からあります。10年あるんです。どの情報が特定秘密に当たるのか、特定秘密を取り扱うルールは何か、大臣暗記とは申しませんけれども、大体すべてを自らが把握していらっしゃいますでしょうか。加えて、環境づくりと私申しましたが、もし CIC に出入りする隊員全員に適正評価実施者、 のライセンスを与えるとしたら、全体でどのくらいの人数になるのか、そしてルールを周知される難しさを加味しても現実的に可能かどうか、この二つをお答えください。大和政策局長、うんえっとあのまず私の方からあの、えっと、適正評価の実施についてあの申し上げます。あのご案内の通り CIC 戦闘識書というのは 作戦行動を指揮する場所でありまして、特定秘密が画面に表示される端末が多数設置され、また会話の中でも特定秘密が交わされ、含まれるところであります。でまたあの、ブリッジですね、環境についても、官長の指揮にあたり必要な場合は、特定秘密を取り扱う端末が設置されることがあります。でこういった CIC の特性を踏まえるとあの、今般問題となった特定秘密を強いる状態の発生というものを、 そもそも講じることが物理的になかなか難しいということであります。したがって今後は、官邸の CIC などの保全区画への立ち入りが想定される全職員に対して、適正評価を実施することで、同種の事案の再発防止に努めてまいります。それから今後、追加的な適正評価を行う人数についてお話がございました。 海上自衛隊においては、追加的に実施する人的規模としては約2000名を予定しております。でまあ、この実施に際しましては、自衛隊の運用に対する影響を最小限にとどめた上で、可能な限り速やかに終了するよう計画をしております。まあ、具体的には、これまでの手続きと同様に、適正評価に係る関係部署間での緊密な連携を図り、効率的に実施するように尽くすとともに、運用計画も踏まえつつ、 海上自衛隊の艦艇の場合は、乗組員の適正評価を優先的に行うべき艦艇から順次行っていくなど、運用への影響を最小限にとどめることを考えるところであります木原大臣。ご質問で、えーまあ、私が特定秘密を、まあ、暗記をしているかというような、そういうご指摘だと思いますが、あの私としては特定秘密の指定に際しては、 法律に定められた3要件を厳格に判断する必要があること、特定秘密を取り扱いには適正評価の実施と取り扱い者の指,定指名が必要であることなど、防衛大臣として承知しておくべき事項についてはしっかりと認識をしております。その上で、情報保全を掌握する防衛政策局から、省内の各機関における特定秘密の管理、運用や保全教育の状況について、随時報告を受けつつ、指示を行っているところであります。 防衛省における特定秘密は、あの文字だけではなくて、その画像であったり、あるいはデータであったり、まあ、一見すると、よくわからないものも,もあるんですが、しかし、それがなぜ特定秘密になったかという、そういう背景などは私にしっかりと認識をしているところではあります石井君。 2000人、これから増やすということで、ちょっと物理的に CIC に2000人のクリアランスを持った人間を働かせたとしても、私はその特定秘密が漏洩するという方向に、より強くそっちに方向がいってしまうと思うんですよ。つまり私はそんなにたくさんクリアランスを持っている人間を増やせば、これがあの防止策、防止対策になるとは思っておりません。例えばですね、あの適正評価実施、対象者が今2000人。 で今もうこれを実施者として持っている人っていうのがいてその人たちが何をしゃべったら漏洩にかかるのかあるいは持ってない人間がいた時にどのようにすればいいのかという認識が足りてないわけです。でこの認識を教えるのはどこかというと教育局というところがパイプ役になって教えてるらしいんですがそうやってやっていきますとですね2,000人にクリアランスを渡す時間 それから CIC の物理的な体制、ここに問題があると思っております。まあ、上官がよく分かっていない情報を部下に守らすというのは基本的に難しいことだと思うんですね。保全管理の教育の徹底と、さっきからおっしゃられておりますけれども、クリアランスを持ってる人間が漏洩することがそもそも問題で、だからあんなに懲役10年なんという厳しいルールがあるわけなんです。ですからそこに C に CIC あの狭いところに入る人間がですよ、これが首からあのセキュラリアランスのなんかカードを下げて入るというようなことでは、漏洩対策には全くなり得ないと思います。CIC はさっきから言っておりますが、場所が狭くて、保全措置が困難であるという問題があります。全員に出入りする全員の隊員にクリアランスカードを持,たれるシス持ってもらうというシステムも、これから人数が増えれば作らなきゃならないと思いますが、そこで一つ質問があります。 あのですね、全員にクリアランスを、出入りする全員にクリアランスを持たせた後の漏洩防止策というのは、どういうものをお考えでしょうか山本局長。えっと、まずあの、CIC というのは、えーまあ、あの非常にこう密な区画でありまして、いろいろこう特定秘密を含む情報が表示される。 そして特定秘密を取り扱わない人間あるいは適正評価を受けてない場合そういう人がそういった情報を目にするリスクがあるところだということで CIC とか環境に入る人間には全て適正評価を受けさせようということでありますただしこのことは適正評価を受けた人間がみんな特定秘密の取り扱い者になることを必ずしも意味いたしませんえこれについてはあの知るべき立場にない職員には 仮に適正評価をクリアした人間であっても、えー、特定秘密を取り扱わせない、取り扱わせないということであります。したがってあの、適正評価実施済みの職員が増加したとしてもです、ね、引き続き真に必要なもののみが特定秘密を取り扱う業務に従事する体制を取ることで、漏洩防止に取り組んでいくという考えであります。それからあの教育のお話がありました、やはり、あのででさらに、 立ち入りの統制などについては、いわゆるその機械とかシステムを使ったコントロールをしていこうと、そういったシステムを今後導入していくことになります。ただ最後はやはり、個人個人の意識というのが非常に重要でございますので、保全教育というのは、私たち防衛政策局の方であで、ちゃんと見ながらきちっとリフレッシュしたものを徹底していくということを。 今まさにやあのやってるところであります。ミシ君、今のやり方ですと非常に危ないと思います。特定秘密を扱うことができるクリアランスを持っている人も、ある程度の捜査はやってはいいの、やってはいけないのというようなルールがそこをよく分かっているかどうかなんです。この一ページの中のああの二ページの中ですね。この陸上自衛隊における特定秘密漏洩事案というのがありますが、その場所にいて。 このそのことを聞いてはいけない人間がその場所にいたということは、後で気がついて、あのことは、君たちは聞いたことは、口外しないでねというようなことを上官が言う、これはいた人間がかわいそうではないですか、いた人間が処罰を受けるなんていうことがあっては、かわいそうではないですか。 なので私はその教育局というのが、例えばその場所にいて、その情報を聞いても漏洩となるんだという、こういう難しい言葉遣いをどう理解させるのかということを、教育局の人がパイプ役になって、きちんと今後はやっていただかないと、知らなかったで済まされないんだということを、隊員を守るためにもやっていただきたいと思います。これは潜水訓練の不正受給についても同じことが言えると思いますので、潜水訓練の 不正受給について伺いますが、潜水訓練をする82部隊を12部隊まで絞り込みました。さらに悪質な部隊だと思われると、これは監査が入ったわけですが、3部隊に絞り込んで調査した結果、12-3の残りの9部隊は、これから 不正があったかどうか調査を開始するのだということです。3部隊の74人が調査対象になり、65人が処,処分となりました。じゃあ、11人はクリアだったんですね。このようにお聞きしたんですが、えー、まだこれからもしかしたらという、65人は処分の対象となって処分が決まりましたというご答えだけなんです。私は、潜水訓練を行う隊員の中で、 不正を行っていなかった隊員は何人いたのか、不正を行,か行っていなかった隊員は何割だったんだとお聞きしましたら、明らかにすることはできませんと、こういうお答えでした。私は、そうだった隊員とそうでない隊員の割合というのも一応知りたかったんですが、65人の不正は頻度が高く、不正金額も高額だということであります。 全く不正を行っていなかった隊員の割合、これはどうして言えないのか、まさか全員がグレーだったとは思いませんが、この理由をお伺いします青木局長。お答え申し上げます。えー、潜水艦救難艦、ちはやおよび千代田において、えー、訓練の実績を偽り、潜水手当を不正受給するなどした隊員計65名を懲戒処分をしたというふうにご説明をしております。 であのこの部隊につきましてはあ、潜水作業を実施する82個、委員おっしゃいましたように、すべての部隊を調査した結果、70個の部隊については、不正受給が確認されていないという状況でございます、ただ、その12部隊につきましては、すでにこの処分をした3部隊も含めまして、12部隊については現在も調査が継続中ということでございます。 不正を行っていない隊員数、これにつきましては、確定的にちょっと数字を申し上げることはできませんけれども、82個部隊のうち70個部隊は、不正を行っていなかったという事実があるということで、ご説明をさせていただいております石井君、はい。運営上の秘密になりますというお答えでした。つまり、何割だっていうと、75人と65人の何割だっていうと、大体どのくらいの人間が働いていてどうだという人数が分かってしまうから。 これは何割だという計算をさせないために、えー、割合、パーセンテージは言えないというお答えでございました。分かりました。それは分かりましたが、長年の慣例のように行っていたと聞いております。潜水時間を水増ししてたかどうか、個人がチェックする場合もあったが、チェックできない場合もあったと。で私、あの動画を見たんですけれども、潜水訓練というのは非常に過酷で、 私が見ててもこの、この方の,その肺活量ということで、危ない訓練だなというのはよくわかります。その時間を少し伸ばしたりというようなことが、長年の慣例のように行われていたということなんです。つまり自分で自分分ででのの潜水時間はこのくらいいすよとううふうにあの じ自己申告するというのではなくて、ですねスケジュールを組んだ人間が現場にいて、現場でチェックしながら、少しずつ水増しをすると、じゃあ、本人たちはですね、何,何回に1回、その受給の報告を受けるのかと言ったら、1ヶ月に1回、全部それを見て、自分、こんなに潜ってませんからと、いう隊員、言える隊員がどのくらいいたかということも、まだよく分かりません、これはやっぱり潜っている人たち、気の毒ですよ、あなたこう、水増しして請求したでしょう。 みたいなことを、後で受給票を見て言われるというのは、もう少しそういう意味で管理をしっかりしてもらいたいと思うんです、あんな大変な訓練をしているんですから、でこれから調査対象を広げますと、広げますと、さっきおっしゃったんでしたら、全数を、調査対象の全数を把握してらっしゃいますか、どこまで遡って、どのような証拠を出して、不正受給をあぶり出していくのか、何年計画なのか、お答えください。青木局長 まずあのこの事案が発覚した経緯からちょっとご説明申し上げますけれども、この令和4年9月に、防衛監察本部による定期監察において、潜水訓練の実績に関する不正の疑いが発覚しまして、同年10月から海上幕僚幹部における調査、海上自衛隊警務隊における捜査が開始をいたしました。こここののの時時時点点でで事案発覚時平成9 4年9月この時点で 潜水手当支給に関する書類が保存されていた平成29年度以降、これを対象として調査,をした調査をしているところでございます。具体的には艦長、潜水員、潜水員の勤務状況管理者に対する聞き取り、訓練実施計画、特殊勤務実績簿、潜水作業日誌、潜水経歴表等の書類の突合、潜水経歴表等の、潜水訓練実績と手当、 訓練の実績と手当受給額との乖離の調査、こういったものを実施をしているところでございます。現在、この非常に重要な重大な事案ということで、判明したところ、公表できるところから公表しておりますけれども、まだ引き続き調査は続けているところでございまして、さらなる処分者、あるいはさらなる不正受給額、そういったものが出てくる可能性があるということでございます。石井君 全数を把握していらっしゃいますかとお聞きしましたが、把握していらっしゃらないようであります。どこまで遡ってやるのか、平成29年以降やっているということなんですが、ではあの質問を変えます。潜った人たちがですね、自分たちでその現場で実績を確認して会計に上げれば、最も単純な作業で済んだと思うんですが、潜水スケジュールというのを作成する担当の隊員との間で現場 監督をしている人との突合がされないシステムになっていたということで、ここで大きな不正がなーなーで行われていたというようなご説明も受けました。まあ、潜水訓練の動画を見て、過酷な訓練で専門的なものだったと、私は真面目に任務をこなしていた隊員もいるのではないかと思います。65人の処罰をもって全体が 組織,組織的にです丸ごと不正を働いていたというイメージを作り出す、メディアでそういうイメージを作り出すのはどうかと思いますが、ここで大臣にお聞きしたいんです。まあ「海を出し切ります」というお,お言葉がたくさん出てきますが、それは大事だと思いますが、現隊員の中に不正を働いていなかった者がいたとすれば、その隊員たちに向かって何か言う言葉はないでしょうか。 潜水訓練を受けてきた真面目な自衛隊員が自尊心を失わないように、士気を下げずに任務を追行してもらえるような言葉をいただきたいと思います木原大臣、まあ。潜水手当の不正受給といった今回の一連の不祥事については、えー、事案の性質はまあ多岐に、えー、わたっていますが、防衛力を抜本的に強化していく中で、国民の疑惑や不信を招くような声があったことを非常に深刻に受け止めています。一方で えーまあ、委員がご指摘のように、防衛省自衛隊はまさしく人の組織でありまして、隊員一人一人の使命感がなければ、数行で困難何人も全うすることはできません。えー、先ほども答弁しましたが、能登半島地震やまた山形豪雨におけるう災害派遣での自衛官の活躍というのは目覚ましいものがあり、ですね私はよく頑張っているというふうに高く評価をします。そういうい中で さまざまな基地や駐屯地をしている中で、厳しい環境で働く隊員には、えー、私は直接接して、任務に臨むその真面目な姿を確認しております。隊員こそが自衛隊の、そして日本の宝であると確信をしています。このことは、全隊員向けのメッセージとして、7月12日に発出をいたしました。今回の事案ににについいてもも私がが引き続き続続先頭に立ちながらいかならかると隊員と共にあり続け 国民の皆様の信頼回復に取り組んでいく覚悟でございます石井君、潜水の訓練を受けている自衛隊はろくでもない人間なんだというようなことを、ちゃんと真面目に働いていた人が言われるようなことがないようにするためには、もう少し数字のデータの出し方も変えてもらった方がいいと思いますが、ちょっと最後にですね、川中の問題なんですけれども、今までいろんな方がご質問されてきましたが、あの前回の特別防衛観察は、 セクハラ問題で行われました。その後、閣議決定文書である安保3文書にセハ、セクハラスメント、ハラスメント対策を明記するに至りました。今回の癒着問題も深刻です。でもこと細かいところをどう追求していくかって裁判やってるわけではないので、政府が検討すると言われております、まだ検討しておりませんが、産業、特に防衛産業戦略。 これから作るかどうか検討するとおっしゃってますが、そこに癒着対策っていうのを明記するお気持ちがあるかどうか、まあ、考案中の段階であるとは聞いておりますが、作るとしたら、企業癒着対策を防衛産業戦略に入れる価値はあると思われますか、大臣、お答えください木原大臣。政府として、国家防衛戦略等に基づき、防衛力の抜本的強化に取り組んでいる中でありますが。 コンプライアンスの観点から、国民の疑惑や不信を招くような行為はあってはならず、これまで以上に厳正、厳格な、そして適正な予算執行が求められていることを、私として強く認識いたします。防衛産業戦略、ご指摘の質問でございますが、近年、諸外国において相次いで策定をされております。 現在、防衛省として我が国の防衛産業政策のあり方について、産業界をはじめ、各界から意見をたまっているところでもあります。コンプライアンスの確保が重要であることは、委員ご指摘のとお通りでございます。これらの取り扱いも含めて、防衛産業戦略について検討を進めてまいります石井君、癒着問題対策と、癒着対策ですね、これ、ぜひ検討に入れてください。価値はあると思います。 会計検査員に伺います。す。最後ですえ本事案のような癒着があった事例を受けて、会計検査院として防衛省と防衛産業の間の契約調達について、検査の必要性が増して,は増してきてはいませんでしょうか。会計検査院の見解はどうかをお聞きいたします。会計検査院事務総局、長岡第二局長。お答えいたします。 会計検査院は、防衛省が締結した契約にかかる会計経理につきまして、これまで多角的な観点から検査を実施してきており、不適切な事態が見受けられた場合には、検査報告に契機するなどして報告しているところでございます。 川崎重工業株式会社等と締結した潜水艦に関する契約に係る検査員の報告といたしましては、例えば平成24年度決算検査報告におきまして、潜水艦用ディーゼル機関に使用される連接防大端部軸受けの製造請負契約等が適切に履行されていなかったことが判明した後、適切な措置が取られていなかった事態。 潜水艦等の艦船の定期検査等にかかる契約において、具体的な工事内容が使用書等で明確にされないまま、修理工事が実施されていたなどの事態を報告しておいるところでございます。会計検査院といたしましては、国会でのご議論等も踏まえながら、えー、引き続き適切に検査を実施してまいりたいと、このように考えているところでございます石井君。えーまあ、レグで受けたときとちょっと答えが違うんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、あの 川崎重工との間にどうするかということなんですが、まあ、そのほかにもいくつかあります、修理のときの使用者が、使用書が契約のときに、こういうことをしますと書かれていなきゃいけないものが書かれていなかったというような事案があります、こういったあと、修理をした後で書かれたというあの案件もございます、こういったことをですね、不適切な事案がある場合は、公表していっていただきたいと思います。時間ががまままししたた。ので終わりりす。ありがとうございました